うわ、うわー出た。久しぶり。久しぶり。久しぶりだお前。ちょっと。え？いやペケせえやん。この持ち出しの状態。ここにタンクと財布とカバーとこれテールが外れとるけども、はい、これでわかるぐらい好きなんですね。じゃあじゃあもうあのね、もうバイクもうホイール見たらわかんねえ。え？もうこんなホイールないけん。もうこのホイールペケジェだけ。ペケジェってさ、あのコンビ名にもらったけど、バッドボーイズっていう漫画があって、はい、極楽町のね、エイジ君がもう真っ黒のペケジェ乗っとったやん。それで自分の彼女を助けに行くとペケジェでバーンと助けに行くシーンがあんのよ。はい、めちゃくちゃかっこいい。もうその時から俺憧れて高校時にペケジェ買ったやから。マジで取ってないよ、盗んでないばい。自分で俺買ったけん、バイトしてピザ屋の、いや何も言ピザ屋の三輪バイクでお前すぐ俺が取ったくらいお前ら。いや言ってない。放送とかバイク盗むとか思っとうかもしれないけど、な盗まん人もおんの。俺らの前の代はバイクは盗めっていう代やったけど俺らその盗むのがもう嫌やったけん、あもう俺らの代、俺の代に俺が総長になってからもう盗難禁止にした、はい、だって嫌やん盗まれたら。これ盗まれてみ、マジで俺もう本当にあの泣くぞ。俺こんな、ちょっと今日も作るの作らないのね、聞いてるよ、どっちなの。スルスルスライスライスライスタービルダーズ。うわー、クリスマスクリスマスペケジェがあるんです。これが久しぶり久しぶりやばい、むっちゃんどうしたんすかこれ。内緒で、内緒で仕入れた。内緒で。いや俺ちょっとマジで言っていいですか、俺はこれがいいです。いや正直な話よ、いろいろ見てきたけど、 あの頃の思い出がやっぱこう買ってしまうから、こいつに出会うことは俺もうここ逃したらもう一生ないと思うよ。こい熱いっすね。こいつとあれしたいのよ。でさっきむっちゃん言ったの、むっちゃんが岐阜で乗ってくださいっつって、え俺のバイクですかっつって、だからいやあの岐阜で佐田君が来た時に乗ってもらえればっていう。俺よう意味がわからなくて、岐阜乗ってバイク乗らないでしょ。いやこいつかって愛されたいわけやん。はい、誰が愛す、俺が愛すだろ。俺はそういう人間だ。ちょっと今伝わってきましたね。誰に愛された、俺が愛したの、俺はこういう人間だ。そばに置いておきたいってことですか。そばに痛い。あ、もう痛い。もうそばに痛いし、そばで寝たい、こいつと。こいつにもチンコ入れたい。こいつはダメだ。こいつ俺はそういう人間だ。最高野郎っすよ。最高野郎や。むっちゃん、はい、牛に置いておくと言わんと、むっちゃんより俺の方が愛す。むっちゃんがこうやって見てるよりも、ここに置いて年行く分これ見るよりも、こうやって俺がこうやってこうやってチンポ入れとったらおもろいやろ。いやもう入ってんすかそれ。もう入ってるやん。あ入ってるんだそれ。入れてるやんこれ。俺もう誰が何と言おうとこいつやな。もうあの何にもいらん、何もいらん、全部やる俺の。え俺のやつ全部やる。俺が今まであのやってきた、あの作ってきたもの全部やる。俺はこっからもう一回再スタート。そんな全部捨ててでも、捨ててでもこいつを俺は持って帰る。俺はこいつと一生ツーリングする。そんな思いのある。実はあとむっちゃん次第。そうっすね、まだイエスはいただいてないですね。むっちゃんはそのなんか俺が欲しいっつったらやっぱどうしようかなっていう感じ出してるから。そんなに肩組み欲しいって言うたらちょっとこれ価値あんじゃねえかなぐらいの。逆にむっちゃん俺の思い出込みの価値だから価値ないねん。これに価値ない、もっちゃん。こいつに価値はない。こいつマジクソ、クソ、クソ。こいつマジクソ。でもそんなね、私もこれクソさんじゃんね。私もクソさんじゃんね、これね。そうですね。そうだね。最低ですよ。欲しいからって、これの価値下げるようなことだ。痛い。お前仲間であるよ、お前は。最低じゃないですか。それ言うてんだろ、お前。加勢しろよ、お前。口説き落とせって言ってんだろ、むっちゃん、お前。チャンスさせてるために。ちょっと、なんかどうしようかな、どうしようかなって言ったよ。トシコ君決めてもらおう。トシコ君決めてもらおう。トシコ君どっちがのふさわしいと思いますか、ペケジェに乗るなら。いやそれだったら僕乗ります。なんでやねん。一度もやるのか。喧嘩になるやん。僕が乗れば丸く収まる。ダチョウクラブか。
どうぞどうぞじゃねえんだろ。じゃあね、そんな、いやそんなんな、岐阜来てな、バイク欲しいってなったらな、こんなん見せられたら俺もう、これ以上のもういらんよ。だったらもうそれでな、もう俺マジここ燃やして帰りますよ。やべえ。俺もう燃やして帰る、俺そういう人間だ俺は。燃え上がる死んだらすぐそこにあるんやから。怖い怖い怖い。さすが俺やからな。ぼじけるぞ。俺吸ってぼじけるぞって。インカぼじけるぞ。ビニール袋で死んだら吸ってぼじけるぞ。どうすんねん。どうすんねん。もう東京に持っててください。あれか。あもう始まってる。ったなやりましたね。おい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 これか、百勃起ってこれか。おいおい愛してるよ。おーすげえ。愛してるよ。愛してるよ。愛してるよ。はい。いやちょっとマジでこれは本当に。すごい。まあタンク。そうかタンク。タンクをまず見てもらう。あタンクあるの。ありますよ。今ちょうどマスキングして塗るとこなんですよ。フレームともエンジンとかも全部塗り直したんですよ。ホイールも。え一からフレームから作り直したんで。フレームから作り直した。フレームから全部塗ってエンジンも塗ってバラして、ぜ全部バラしました。こんなこんなに。バラせる人なの。そうです、そうです、そうです。あなたがバラせるおじさん。はい、バラせるおじさん。変なおじさんじゃないですか。自分のお父さんと喋ってるから。1個したやぞ。俺のお父さんや。そうですね、このこれとかこのこの塗りとか友達のとか。俺のお父さん言うなよって言ったさっき聞いたら、とし子君って塗装がプロらしい。あここあれや、タンク。あこれ、とし子君が塗ったんて、お経タンク。怒りチンパやろ。こういうのをとし子君、塗装できるなんて、タンクとかこういうの、マジでこういうの塗れんの。メットとかもなんか作れるんですよ。はい、この辺、見せてください。ほら、あうわ、かっこよ。うわよう見るやん、はい、ヤフーオークションで、はい、これも閉じ込んでた。すごいな、すごいな、そんなことできるやんかね。閉じ込んでちょっとサタコロみたいに入れろ。フォア4フォアやん。4フォア、お前なんで4フォア。お前ぶっ込まれたく4とらんのか。お前ないんですよ。お前ホットロードぶっ込めたく読めよ、お前。マーボー君の男子やんか、お前。マーボー君、おう、爆音小僧の。へえ。見てこれ、めちゃくちゃ綺麗。この子はこれエンジンかかるんですか。これもうかからないです。へえ。いやめっちゃ渋ない赤の子は。もうね、旧車って何がかっこいいかってタイヤが細いのよ。タンクもこう細いしやね、今のなんかもうなんかぶっといやん、なんか。なんであんな今のあれ出さなっていくの、あれどんどん。個人のあれ進化してたら逆にこっちなんやけどね、俺からしたらこのカクカク感とか。だから昔の人のが多分かっこよかったやろね、職人さんとかそういう人が。今職人さんが減ってるからかっこいいもん、この色のバランスとか。見てみよこれお前なあ、吉村の集合感ついてるよ。何なんですか。吉村の集合感やお前。フォアといえば吉村の集合感やろお前。勉強してこいぞお前。これなあ、ここ見てみろお前、カタカナで吉村って書いてあるやろお前。書いてます。これや、吉村の集合館や。これペケで何のマフラーついてんのこれ。これもまああのあれや、4気筒のな集合館やけども、これもまああれや、当時俺はこれを RPM 規制前っていう、規制ごと規制前ってあるんやけど、その RPM の規制前のやつは暴走族が要素で使えたの。はい、それなんでかって言ったら、このビス1本でここを外したら芯が抜けんのよ。でそれで直感になるのよ。それが RPM 規制前、それ規制前だけできたの。だから普段乗りするときは、はい、そのちゃんと芯入れて、はい、このロックで止めて、でそのかっこよくときはそれでブーって普通に音を押さえていくんやけど、夜になったらこのロックを外してやな。
芯抜いてやな。ああ言うてお前戦車みたいなことするからな。何やこれ言うて。何やこれじゃなくて。何やこれや。何これ。おマスクしてるか分かりづらい。ごめんな。口読めんからな。ごめんな。滑舌か。かましかって言ってた。言ってないもん。何も言ってない。ちょっと滑舌のこと言うなよ。勝手に怒り出すよ。よう言うけどな。早口で何喋ってるか分からんて。よう言われて昔から。しょうがないやろ。テンション上がって早口になるやろ。誰でもそうぞ、男は。テンション上がって早口になるぞ。そやろ、好きなもん喋るとか一回もかまんからな。確かに。そやろ、そう言うてんのや。RPM 規制前のが RPM マフラーや、それ。死んでたら直感や。なで、鏡でポンと止めて、これで六角電池バッと止めて、果たしてジュンジュンやんか。いや、あれ、今倍速で再生してるんでしたっけ。うん、あの、普通です。普通に喋ってます。何も倍速してないです、これ。ただテンションが上がって。はい、今 1.25 に喋ってます。もうそう、止まらない言うより、そこはもう省略しますよっていう、勝手に俺自分で編集しますから、喋りながら。そういう技術もあるから、喋るよ。勝手に 1.25 倍で喋れるっていう。めちゃくちゃ上手っすね。上手だろ、こうやってこれで 1.25 倍ですよ、これ。お宝やな。え、これ GS ですか、このタンクは。GT38 です。あ、GT38 のタンクあるじゃないか。何を食らったんですか、ごめんなさい。当時めちゃくちゃ人気あって GT38 マジで本当にすっげえからマフラーを GT38 の直感、もうね、あの走りで GT38 おったらもう GT38 に勝てんって、あんなバックパンでコールされたらこちら勝てよお前、はい、もうこっち来えんやん、もう GT38 の直感が走りに来られたらああもう強烈に見立てようわって思ったんやけどGT38 吹かせんだもんそんなもんお前 CBR でレッドゾーンぶち込まんぞ、そんなもんお前な俺レッドゾーンで今日吹かすけんねみたいな。なのにジギーさんぽちゃんもう下からのもう排気音が違うけど。ラーッ本当に雷落ちたことぐらいの本当に音するから、ジギーさんぽちゃんの直感はやばいよ。そんなすごい。もうやばいけんマジで。なんか僕わかんないですけどちょっとテンション上がりますもん、なんか。わかるやろ。ネットもすごいから、もう昔で言うと続ヘルやから。もうこれ今もうヤフオクとかやったら高いよ、ゾクヘルは。本当にあの荻窪にあるヘルマートやったらめちゃくちゃ高いからね、今ゾクヘルなんか。今のね、あのフルエース何が違うかったら、昔のヘルメットってこういうボタン式やの。今のってこのフルエースってこういうボタンでこうパチッとかじゃないのよ。あ、今昔ですよ、これボタンでね、こうやって止めんのよ、これ。これが可愛いのよ。はあ、ここパチン。一個一個がやな、もう一個一個がむちゃくちゃやよ。全然始まらないっすね。やりましょう。あ、うわー、うわ、え、ちょっと待ってくれ。当時の俺が乗ってたカラーや、シルバーの、シルバーに青カラーやろ。これが、はい、あの水色と青で塗るやろ、はい、でここにこれ黒ラインが入って DJ ってここに黒ラインが入んのよ、はい、これ作ってた途中なんすか。そうです、今まだ途中ですね。この後予定さ、はい、もうこっちにしたいやな、もう。え、こっちにしたい、もうその予定、なんかお前らが遊びたいみたいな、なんか感じで、なんかそのバーベキューしたいみたいな感じで、なんか俺も栃彦君と、はい、もうあとむっちゃんとかむとか遊びって、俺寿司子くんさえ俺はもうあとは何もいらねえ。今日は何時になろうとも俺はもう寿司子くんとここから帰らんから。うわ、お前が帰るって俺帰らんからな。帰らしてほしい。帰らん。なんか作るってことですか。いや、これもう 塗りたい今から。あ、これを塗って、うん、勝手に言うてるけど塗れるんですか。ここで塗れます。あ、塗れる、はい、材料あるの。あります。やれちゃうな。一回考えるね。やれるかな。やるかな。やらんかな。どっちかな。やーる。これいろんなことミックスされて。今のやーるちょっと今うんこ漏らした。マジで。え？うんこ漏らせ。閉じる。うんこ漏らせ。え？今やるで、ちょっと見てた、マジで。え、マジでですか。見てた、見てた。おい、むっちゃんフェラーリ乗ってる。おおおお、あら、すごい。あらららららあらららららあらららららおお、す
しまえた。あら、ちょっといいっすか。どうぞ。ボタン。はい、ハンドルについてます。これか。ですよ。おい、フェラーリ乗ってる反射おんのか。いや、うーわ。うるせえ。やっべえ。やっべえやろ、フェラーリって。むちゃくちゃよ。むっちゃむちゃむちゃよ。むっちゃむっむっちゃむちゃむちゃよ。むちゃむちゃ言ってるだけですけど。自分でやったとやらんは全然愛着変わってくるからな。ゲームの前がとってっちゃいないか。なっちゃん豚目の巻くの豚やろ。としひこくんやん。おーっ